皆さんこんにちは。スチューデントベースボールです。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。第94回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が4日オンラインで行われ、対戦相手が決定いたしました。初戦から好カードが続々と決まり、非常に楽しみな大会ですが、その展望はどのように進んでいくでしょうか。各ブロックごとに予想をしていきたいと思います。それでは A ブロックの詳細を見ていきましょう。 A ブロックは昨週の明治神宮大会準優勝の広陵など地区大会優勝校が最多4校も集まり、最激戦区となった。待望の開幕カードは浦和学院と21世紀枠で初出場となった大分舞鶴のカードだ。浦和学院は森治前監督が作か限りで退任し、長男の森大監督が引き継いで初の甲子園となる。その浦和学院に対する大分舞鶴は昨週大分大会準優勝で九州大会に出場、1回戦で敗れたが鹿児島の大島と延長10回引き分け再試合の激闘を演じた。どちらも粘り強いチームで接戦が予想されるだろう。続く第2試合は13年ぶり出場の倉敷校と春夏通じて初出場の和歌山東だ。選手宣誓にも選ばれた福島主将を率いる倉敷工業は堅守が持ち味。昨週岡山大会を制し、中国大会もベスト4で甲子園へ。対する和歌山東は初出場だが、近畿大会では京都国際に競り勝つなど実力は本物。持ち前の機動力で昨週同様躍進できるか注目だ。続くクラーク記念国際と九州国際大付の一戦は明治神宮大会1回戦の再戦となった。この試合は九州王者の九州国際大付が5対1で勝利。九州国際大付は1年生の強打者桜、強打の捕手野田を中心とした打線が強力。クラーク記念国際は本格派右腕辻田、技巧派左腕山中の2枚看板でしのぎ、ロースコアの展開に持ち込めるか。地区大会を制した実力校2校の戦いに注目だ。 A ブロック最後の一戦は1回戦屈指の好カード、昨週の地区大会を制した広陵敦賀気比の対決だ。中国王者の広陵は共に注目のスラッガーである宇都宮真鍋を擁し、打線の破壊力は大会屈指。北信越覇者の敦賀気比はエースで4番の上加世田の出来がポイント。共に選抜優勝経験がある広陵中井監督と敦賀気比東監督の采配も試合の鍵を握るだろう。以上が詳細になります。